ボナセラトゥッティ、皆さんこんばんは。ユニットのボンナセラータ、今夜もボンナセラータ、素敵な夜を皆さんと一緒に過ごしたいと思います。はい、今日もですね、こちらのコロナ対策ですね、はい、演者スタッフの検温は毎日行っています。はい、換気50分に1回、やっております。番組入れ替えの時、スタジオ内は全部消毒しています。で、除菌機器、トレールという機械を導入していますので、マスクなしでお送りしています。そして、はい、番組への質問や、何かコメントがありましたら、アットマークアズパン FM、 鳥越アズリ FM と検索しても出るんですけれども、今あのこのページのトップに私の写真が載ってると思うので、何かコメントがありましたらそちらに書いていただけたらと思います。はい、で、今日もですね、コメントを事前にいただいているのでご紹介したいと思います。はい、なんか今日バタバタのスタートで、はい、ありました。いつもコメントくださる宮地さんですね。夏真っ盛りですね。夏といえば厳しくも楽しかった学生時代の部活動の合宿の思い、合宿を思い出しますが、小野由紀子さんは今でも心に残る夏合宿での思い出はありますか？夏合宿ね、私バレーボールをね、小中高やってたんですけど、合宿ってね、行った記憶がないんだよね。うん、なんか大会とかで遠征とかは行ったけど、泊まりで行った記憶があんまりなくって、あまり強くなかったからかもしれないけど、そう、あんまり合宿っていう思い出がなくって、でも大学の時に文科、その同じ先生の生徒さんたちの、文科生で夏の合宿に行ったんですね。富士、川口湖に行って、なんかそこのね、私の先生の文科生は代々こう伝わるのがあって、富士サファリパークに行って、なんとかっていうジェットコースター、なんか一番怖いっていうやつ、あれに乗らないと破門だっていう、なんかそういう伝統みたいのがあって、そう、なんか私絶叫系全くダメなんですよ。乗ったことないの、ジェットコースターとか全く乗ったことがないので、私はもうそれだけが怖くて、でも乗らないと波紋になるんだ、いやでもどうしよう、なんか仮病とかしようかしらとか、なんかすごいいろいろ前日とか考えてて、でも結局その富士急に行った日の朝にすごい大雨かなんかでお天気が悪くて中止になったの行くのが、だから波紋にならずに済んだっていう。もうなんかね、合宿ってその歌のね合宿だったんだけど、そういう思い出よりもそのなんか、その富士急のなんとかっていうジェットコースターに乗らなきゃいけないっていうのにこうずっと追われてたっていう記憶の方が大きいです。はい、ということで、何か他にも質問やコメントあったらお待ちしてますね。はい、この番組は、株式会社ヤドーマルプロジェクトさんと太鼓茶屋さんの提供でお送りします。ひと切れに心を込めて、ひと切れに思いを乗せて、日本に笑顔を、日本に元気を。浅草橋の海鮮居酒屋太鼓茶屋さん、たくさんのドラマや映画、CM などのロケ地としても有名で、テレビでも頻繁に紹介されている超人気店。ランチはお刺身食べ放題で、日替わりのお刺身5種類やおかず、サラダ、ご飯にお味噌汁、デザートまでついて50分1700円。いつも行列で整理券を配布していますが、プラス200円で予約ができるので、予約をすればすぐに入ることができます。そして夜は居酒屋さんとして、目の前で見られるマグロの解体ショーや大じゃんけん大会などのイベントも毎日開催しています。
マグロの解体ショーでは、おろしたてのマグロがその場で競りにかけられ、破格の値段で大トロや希少部位が食べられます。大じゃんけん大会では、 A5 ランクの仙台牛ステーキやマグロの釜焼き、お店のオリジナルのお酒などの豪華商品が当たります。その他、通販やデリバリー、テイクアウトもやっていますので、ぜひ一度行ってみてくださいね。はい、タイムペアと検索してチェックすると、今やってるイベントとか、はい、出てきますので、ぜひ検索してみてください。はい、ということでですね、今日は素晴らしいゲストに、来ていただきました。はい、まずテノールの松田健さんです。テノール歌手の松田健です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてピアニストの前田美恵子さんです。前田美恵子です。よろしくお願いいたします。お願いします。そう、私が今年の1月からですね、プロデュースしているイ・ボッチョーリっていう、まあ、イタリア語でつぼみっていう意味なんですが、もう本当に才能ある、若い歌手の方々にこう少しでも歌える場所を増やしてあげたいとか、やっぱり私もいろいろ大変な思いをしてきたので、そういうステージ歌える場所だったりとか、イベントとかをね、ファンの方とこう触れ合える機会とかをいろいろ作ってあげられたらなと思って始めた、このプロデュース企画なんですけれども、今メンバーが、まあ、9人くらいかな、9人ぐらいいまして、はい、みんなまあソプラノとかテノール、メゾソプラノ、まあ、いろんなね選手の方がいますけど、はい、で一応ねスカウト、私からこう声をコンサートに行って声をかける子もいるし、あとはこう募集を常にしているので、募集を見てこう応募してきてくださる方とかもいて、松田君はあの連絡してきてくださって、はい、で一応ねあの動画とか歌ってる動画とかも拝見させていただいて、はい、素晴らしいなと思ったので応援させていただこうと思いました。はい、それでそのボッチョーリのねコンサートを、まあ、今回2回目なんですけど9月に、やりますので、その9月4日の回に出演してくれる松田健君と、でそのピアニスト、ピアノをやってくださる前田美恵子先生、はいもうボッチョーリとかではない、もう大ベテランのピアニストさんなんですけど、はい、前田美恵子さんにピアノを弾いてもらうんですけどね。はい、でということで、だから出会いは松田くんは、まあそうね、応募してきてくださってですね、今日が初めてですね。そうなのそう、いろいろね会う機会もあったんだけど、まあちょっといろいろなくなってしまって、そうですね、はい、そうでね、まだそのコンサートの合わせもできてなくってね、はい、リハーサルもまだこれからなので、今日初めましてだったのどうぞよろしくお願いいたしますこんな大きい人だとは失礼しました。そう、まあ、大きい人は私見慣れてるはずだったんだけどね。そうそうそう、なんか最近のテノールってみんな大きくない？それ横にですか上にですか？どっちもどっちも、だってなんか日本人ってさ、ちっちゃい小柄なイメージあるじゃない、テノールって特に。そうです、確かに身長がやっぱりちょっと小さめの人がテノールっていうことがやっぱ多いですね、うん、最近は結構大きいテノールもたくさん増えてきました、ね。身長はどのくらい？でも176です。大きいよね。横も大きくなったの？そうですね、大学時代からまあ、2、30キロぐらい増えましたけど、ね、本当に、はい、だいぶ大きくなりました。これは大変だそう、だからプロフィール写真とちょっとね違うんだよね。はい、申し訳ございませんはい、でね、あの前田さんはあのいつもね番組に出てもらってた千代千恵ちゃんの大学の先輩なんだけど、これもたまたまでね、そうですね、千恵ちゃんからの紹介とかじゃなくって、うん、たまたまそのボッチョーリの1回目のコンサートをやった時の、ソプラノ小林かなちゃんっていう、まあ、また次回ね出ていただくんですけど、あ、次回来月かなそう、そのかなちゃんのピアニストさんだったんだよね。そうですね、かなちゃんと他のコンサートで一緒になって、うん、それがご縁で、ね、また今回、ね、はい、こうやってつないでいただいた感じです。それがね、ちえちゃんの先輩だったっていう、はい、偶然でびっくりつながってしまうなっていうはい、という出会いなんですけど、はい、まずはね、2人のまずプロフィールをねご紹介したいと思います。はい、まず松田くんからいろいろ伺っていきたいと思いますけれども、はい、
東京都出身、和光高校、和光高、言えないの、和光高等学校、大丈夫ですかね、和光高等学校、はい、昭和音楽大学声楽科卒業、第35期日本オペラ振興会オペラ歌手育成部を修了、2019年にイタリアボローニャへ留学し研鑽を積む。これまでオテッロのロドリーゴ、リタのペッペ、愛の妙役のレモリーノ、ナブッコのアブダルロ、椿姫のジュゼッペなどのオペラに出演、椿姫の、アルフレードのアンダースタディも務める。グルッポディミモザ、男性ボーカルユニットウラーノの一員としても演奏活動を行っている、藤原歌劇団準団員ということなんですけど、東京出身なんだね。そうですね、東京出身です。はい、はい、で、昭和音大、そう、私と同じ大学。そうなんですよね、先輩になります。だいぶだいぶ後輩なんですけどはい、で日本、オペラ振興会のね、そうですね、はい、育成部を出られて、でボローニャに2019年、はい、イタリアに留学されたということで、この経緯は、もともと留学をしようというのを考えてまして、うん、まあもう勢いで行ってきましたそのオペラ歌手育成部という藤原歌劇団の、はい、研究所ですね、研修所を終えて1年して、うん、もうよし今だ行こうと思ってちょっとボロ屋に留学しに行きました。なるほど、2019年って割と最近だよね。そうですね、でももう3年前になっちゃうので、はい、どのくらいの期間行ってたんですか。1年間行ってました、ね、1年間、はい、だってちょうどコロナの時。そうなんですよね、コロナが始まるより前に行って、うん、行ってる途中からちょっとコロナがひどくなり始めて、泣く泣く途中で帰ってきました。途中でコロナが原因で帰ってきたの。そうですね、もうちょっと言おうと思ってたんですけど、やっぱりちょっともうレッスンもできなくなって、うん、その語学学校に通ったんですけど、うん、語学学校ももう閉まってしまったんで、うんうんうん、今帰るしかないということでちょっと帰ってきました。そうだよね、はい、いてもしょうがないよね。そうなんですよね、何もできなかったので、はい、向こうではじゃあ学校、語学学校に行きながらレッスンを、はい、そうですね、レッスンに通って、うん、でマスタークラスを受けたりとか、そういうのをしながらしていました。生活は、お家は、生活はもう先に、うん、行く前に、うん、その語学学校から、家を紹介してもらって、うん、そこに、生活をしてました。あ、それはじゃあ自分でじゃあ借りてた。そうですね、はい、賃貸といえばアパートに、はい、ボローニャ、私ボローニャ行ったことないの。そうなんですか。私ミラノにね、家があってね、ミラノにはあのコロナ前は年の3分の1くらい行ってたので、イタリアはね、ミラノとかフィレンツェとかは行ったことあるけど、ボローニャ行ったことないの。あの電車で通過することはよくあるんだけどなるほど、うん、でもいい街。そうですね、その今出たフィレンツェとかミラノよりは、うん、その栄えてるということはないんですけど、うん、ある程度交通の便もよく、うん、美味しいものが、あとやっぱ美味しいものが多い街なので、はボロネーゼ。そうですとてもとてもたくさん食べました日本でいうミートソースね。あ、そうです、はい、お料理もするの。あ、すごい好きなのでよくします。はい、パスタとか作って。パスタも作って、うん、あっちでもやっぱ米が恋しくなっちゃってお米を食べたりしましたね、うん、はい、こっちから持ってったの。持ってったのもありますし、うん、イタリアでもお米って売ってるんですよ実は、うんうん、よくイタリア人もお米食べるので、うん、それをお鍋で炊いて食べてみたり。イタリアのお米を食べてたの。そうです、イタリアのお米を食べてました。美味しい。美味しいやつもありますし、まあ美味しくない、美味しくないと言いますか、その炊くには向いてないやつもやっぱありますね。だって白米で食べるようじゃないからね。そうですね、日本みたいにね、リゾットにがメインなので。そう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 、はい、そうだから私もいつも日本から持っていく。ああ、いや正解です。すごい量うん、キロまではいかないかな、うん、結構多めに持って行って、で私は1ヶ月半とか行って2ヶ月日本でとかっていう繰り返しだったから、行くたびにこう持って行ってた、うん、何が一番楽しかった。何がやっぱり日本とは違う、こう、うん、文化に触れることがやっぱりなかなか日本の中ではないので、うん、その開けた世界を見れたのがやっぱ楽しかったですね。その歌以外でもやっぱいろんな文化に触れたのがとても楽しかったです、うんうん、イタリア人ってどんなだった
まあ男性も女性も。のに近いものが多分たくさんあると思うんですけど、それよく言う男性の感じ。ああそうですね、やっぱちょっと街中で女の人を見かけたらこうやっぱり優しく声をかけるとか、すぐに綺麗だねっていうのは、まあ本当に思ってるかどうかは別として、やっぱお決まりの文句で言う方も多く、すごいなんか真顔で言ってくる人がいるんだよ、ね、なんか気持ちこもってないじゃんみたいなとりあえず言っとけばいいみたいな人いっぱいいるよね。そうですね。そう。でもそれは身についたの？日本で言うようにしてる？いや、なかなか言わないですね。逆に日本で言うと、やっぱり何この人って顔されちゃうので、ね、ちょっとやばい人みたいなね。そうですね。そっか、音楽はどうだった？そうですね、イタリアでその、ま、習うだけじゃなくていろんなオペラを見に行ったんですけど、うん、やっぱり日本とはもう、日本のいい部分もあるんですけど、日本とはまた違った表現の仕方とか、やっぱ歌い方、イタリア語のさばき方とかを間近で観察できて、まあ、それをレッスンでこう噛み砕いて教えてもらうってとても勉強になりましたね。ねえ、やっぱりね、いくら日本人でイタリア語が上手いっていう人よりも、はい、やっぱりネイティブ、そうですね、やっぱ違うよね。そこにの耳に馴染むというのはやっぱりちょっと大切だなととても思いました。ねえ、もう日常会話がさ、もうなんとかのなんとかのなんとかってこう、ね、イタリア語のこういうリズム、はい、もう私ももうしばらくいただいたイタリア語忘れちゃったんだけど、もう忘れ始めた、ね、あのリズムで常にこう会話をしてるから、そうですね、そのノリで歌う感じだよね。はい、やっぱそのイタリア語独特のリズムをその会話の中でつかめると、うん、その歌もやっぱ綺麗にこうさばけ始めるので、ね、でも良かったですって、ね、でももったいないね。そうですね、もうあと1年ぐらいは痛かったですね。でもね、またコロナが収まったら、はい、できれば行きたいです、ね、まあ、やっぱりボローニャですね、今のところは。はい、先生がボローニャに住んでるので、はい、本当コロナなのよ、全てはコロナなのよ。そうそう。あ、でもイタリアにいる時はまだそんなにひどくならなかったので、うん、結構それこそミラノとかフィレンツェとか、うん、たくさんのところに旅行ができました、うん、はい、いいね、はい、美味しいもの食べて、食べました、美味しいワイン飲んで、はい、とても毎日飲んでましたね。あのオペラとか見に行った？あ、見ました、お見ました。スカラ行った？スカラも行きましたし、うん、あと、え、待って、2019年、はい、何見た？オペラで もうその時はもう2月だったので、もう2020年とかだったので、うんうん、シーズンね、はい、ロミオとジュリエットがラミジュリだったので、た、はい、私多分ミラノいたんじゃない？そうなんですか。いや、ロミジュリは見てないけど、私毎年イスカラ見に行ってるから。あ、そうなんですね。ボエム、じゃもしかしたら近くですれ違ってた可能性もあったかもしれないですね、本当にミラノでね、はい、会ってたかもしれないよね。そっかそっか、はい、ということで、グルッポディミモザっていうのはどういう活動？で、これはどちらかというと、歌声喫茶でやる活動に近いのですが、うん、とある場所にそのお客様をお呼びして、うん、その方々と一緒に日本語の歌を歌ったり、うん、イタリア語の歌を歌ったりしながら、あとは自分たちのソロなどを歌って、うん、まあ、そういうコンサートをするという、まあ、団体ですね、うん、ただ最近はやっぱコロナがでちょっとみんなと一緒に歌うということができなくなってしまって、ね、ちょっと活動は今できてないんですが、うん、そういうのを続けてやってました。でもそういう交流をするような、そうですね、どちらかというと、お客様と一緒に たくさん歌うみたいな、うん、うちのグループでした。いいね、参加型のね、はい、この男性ボーカルユニットウラーノっていうのは、あ、ウラーノになってます、はい、ウラーノというのは、僕昭和音楽大学なんですけど、はい、その時の同じ学年だった、うん、声楽科で作った、うん、男性のだけのボーカルグループです。そんなに男性いたの？そうです、全部で11人ぐらいいて、まあ、その中でまだ歌を続けてる人たちで作ったグループですね、うん、すごい、そんな時代になったのね。いた、だって声楽科って男の子そうだよね、私の時代も、同じ学年だと3、4人。そうです、僕らの先輩、うん、後輩もやっぱ2、3人だったんですけど、あ、じゃあたまたま僕たちの代だけたまたま多くて、すごい、はい、大歓迎じゃん、男性。そうですね、ね、そう、すごい。でそういう活動も、まあ、コロナ、そうですね、なかなかできづらい、そうですね、うん、状態になっております。まあ、ちょっとね、私がプロデュースするボッチャーリで少しずつね、そうですね、私たちが増えるといいなと思います。はい、とても、ありがたい機会です。はい、ということで次は前田美恵子さん、はい、はい、ご紹介しますね、東京音楽大学ピアノ
演奏家コースを経て同大学大学院伴奏科修了。第18回鹿児島新人演奏会にて県知事賞を受賞。サントリーホールオペラアカデミー第2第3期修了。これまでに東京2期会、松本市民オペラ、東京芸術劇場などのオペラ公演に音楽スタッフとして参加。現在東京音楽大学と附属高校非常勤講師を務めながらアンサンブルピアニストとして活動しているということですけど、ご出身は、はい、鹿児島県です、はい、九州だ、はい、焼酎焼酎ですね、大好きです大好きお家でも飲む、お家で飲みます ね、 ね、そんな感じに見えないよね、そうですねなんかね、なんかハーブティーとかもすごいイメージあります、はい、紅茶とかね飲んでそうな、いやいやいや、夜な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 ロックを傾けて、すごい鹿児島人だね、はい、僕の父も鹿児島出身なんですよ、はい、今びっくりしました、話を聞いて、それもご縁だね、はい、またね、はい、はい、で、最初ピアノの演奏家コースで大学に行かれていて、で大学院が伴奏家、伴奏家です、これはだからソロから伴奏に行ったってことですよね、そうですね、ソロのこのピアノから、はい、うん、これはどうして、いや、もともと人と一緒に演奏するのがすごく好きで、うん、どちらかというと大学時代に、うん、ソロをおざなりにして伴奏ばっかりしていたのでなんか時々先生に怒られて、うん、もっと自分の練習をしろと、もうちょっと自分のことをちゃんとしなさいって言われるぐらいだったんで、うんうん、でそれで大学院に伴奏家っていうのが初めてできることになって行きたいなと思って、うん、そちらの方に進んでみました、うん、でもすごいね、なんかやりたいと思っててちょうどその年からその科ができたって、うん、すごい偶然というか、でもそれがなかったらソロをずっとやってた、うん、やってなかった、ピアノももしかしたらやめていたんじゃないかなと、すごいね、うん、すごいっていい出会いだったね、そうですね、じゃあもう学生時代から人のこう人と一緒にやる、うん、誰かの伴奏をやったり、うん、こう人と一緒にね、うん、アンサンブルをやったりっていうのが好きだった、そうですね、結構声楽の子のレッスンの伴奏についていったりとか、うん、あと楽器の友達が多かったから、うん、バイオリンとかホルンとか、うん、結構いろんな人の伴奏をやってました、結構いるよねそういう人、うん、まあこういう仕事してるからね周りにそういう人が多いだけなのかもしれないけど、うん、この、第18回鹿児島新人演奏会にて県知事賞を受賞っていうのは、はい、これはいつ大学を卒業した時ですね、うん、これでもソロですよね、そうですね、これはソロで、でも卒業した時ももうあんまりソロやりたくなかったのに頑張ったんだ、まあとりあえず出てこっかなみたいなとりあえず出て受賞しちゃうのすごいよね、ですね、うん、なんか反対にそういうプレッシャーがないから楽しく多分演奏できて、なるほど、何かこう自由にいい評価がいただけたのかもしれないですね、何を弾いたんですか、その時は何弾いたっけ多分ブラームスとショスタコービッチだったような気がします、なんかでブラームスのイメージない、なんか私のイメージね、うん、だからお紅茶とかさ、うん、ハーブティーを飲んでこうショパンとかこうなんかね、爽やかに弾きそうですよね、なんかシューベルトとかなんかそういう感じのイメージだと思ってたら違ったようです私のなんかブラームスって割とこうね、ガツンガツンの系でしょ、意外と多分ピアノを弾くと男らしいね、そうそうそう、言われるタイプ、九州男児なんだね、そう男児の方で、女児の方で、女児こう割とね、こうちゃんと鹿児島のね、そのお酒とあれとっていうイメージが、はい、いいね、ギャップがはい、で、まあいろんなね、オペラの公演の音楽スタッフとして参加っていうことですけど、はい、これ
音楽スタッフ、オペラの音楽スタッフっていうのはどういうことをするんですか？主に稽古ピアノ、あの立ち稽古とかするときにピアノと一緒にやるので、あのオペラを、まあ、全部練習していって、でその場で歌手と指揮者と一緒に演出家も含めて、今日はこの部分やりますって言ってこうピアノを弾いて皆さんがこうお稽古をするような感じでした。そう、本番はねオーケストラでも、その練習の時はピアノでっていう感じですよね。で、今は高校、大学と高校の非常勤講師、どちらも声楽の方の非常勤講師で、今度は大学の授業でオペラの伴奏をしてます、すごい先生なんだね。そうですね、一応先生です、ね、はい、というお二人なんですけれども、はい、で9月4日にですね、はい、コンサートがあります。チラシの写真出ますか？はい、おねふこプロデュースイボチョーリーボリューム2、この思いを届けということで、一番左、ちょっと誰かわかんない表情も硬いですね松田健くんですけど、はい、これ10何年前なんでしょ、写真。10はいかないですね。10はいかない。7、6年前ぐらいなので、ちょっともう詐欺入ってますね。そう、この業界結構多いけどね、十何年前の写真とか使うこと多いけど、ちょっとね、別人だよね。撮り直します。やっぱ前田さんはいつの？いや、私また、あんま聞くことじゃないのかな。ぐらいは前かな。だからもうちょっと細いですよね、顔がね。みんなやっぱ詐欺するのね。私が一応マイク持ってるやつ、はい、いつだろう。これは別にプロフィール写真じゃないんだけどね。これはね、多分3年ぐらい前だと思う。一番ちゃんとしてる。そうでしょ。一番今に近いでしょ。はい。そうそうそう。え、松田くんは何を歌ってくれるんでしたっけ、この時は。このコンサートですかね。うん、ソロでは、日本歌曲の、ちびつぐみという曲を歌います。違いますね、失礼しました。日暮らしですね。ちょっといろいろ混ざってしまいました、申し訳ございません。日暮らしですね。はい、日暮らし。そうです、素晴らしいです。ちょうど、まあ、この夏の、まあ、少しもうちょっと先なんて、終わりの時期の季節の、ちょっと9月4日と夏、それも時期も過ぎてしまうんですけど、とても夏の終わりを感じる曲になっておりますね。あとは、まあ、オペラもね、オペラアリアも。そうですね、オペラたくさん歌います。特に重唱では、ラボエームの重唱から2つ歌います。これ美しいの、もうほんとプッチーニのね、このラボエームって美しいんですよ。そうですね、ほんと素晴らしい曲が多いと思います。甘く。頑張ります。で、このね、ボエームのね、ソプラノの、金子久美ちゃんと歌う愛らしい乙女よというね、この曲はもう高いだよ ね、 そうですね、音がすごく高いのが出てくるんだよね、はい、テノールの聞かせどころ、はい、頑張ります、楽しみに。はい、で他にもね、あのソプラノバリトンの、2人もソロを歌ったりとか、あとそれぞれ重唱を2人ずつで重唱をやったりとか、まあ、3人でね歌ったりとかっていうのがいろいろあるので、興味がある方はぜひ来ていただきたいなと思います。9月4日日曜日の、2時半からですね、午後 お昼の2時半から、谷中にある谷中音楽ホールというところで、チケット全席自由の4000円、はい、まだチケットありますので、ぜひ、私の SNS からも飛べますし、後でご紹介しますけど、あのお二人のSNS からも飛べますので、ぜひ申し込みをお待ちしています。はい、ということで今日はなんでピアノがあるんでしょうか。そう、私いつもね、あのちえちゃんに伴奏を弾いてもらって歌ってたりとかしてたんですけど、今日はテノールが来てくれるっていうね、初なんですよ、クラシックの人。そうなんですか。そう、あのジャズの方とかは来てくれたことがあるんだけど、そうクラシックだ、同業者は初めてなの。あ、そうなんですね。これはぜひ歌ってもらわなきゃいけないと思って歌ってもらいたいなと思います。私だから生で歌聞くの初めてだよね。生はそうですね、録音を聞いていただいただけなので、そうなの、はい、楽しみに。
何を歌ってくれますか？D カップは作曲のオーソレミーヨという曲を歌います。オーソレミーヨ有名だよね。そうですね、カンツォーネ。そうですね、中学校や高校の教科書にも載ってるぐらい、うん、とても日本でも有名な曲ですね、うん、はい、ナポリのね、はい、どんな曲、どういうことを言ってるんですか？そうですね、その街の美しさをこう、うん、その自分の大好きな女性の美しさにこう例えて、うん、もう愛情深く歌う、とても明るい曲ですね、うん、本当に素敵な。その舞台というかその街のサンタルチア港っていうところにも行ってきたんですけど、うん、とてもそこはもう夏場は明るくてとても活気があるところだったので、まあ、そのように歌えればと思います。オーソレミーヨ、ソーレは太陽、太陽です ね私の、まあ、太陽という、うん、まあ、よくね教科書とかにも私の太陽って載ってますよね、はい、準備は、じゃあ準備させていただきます。ピアノをちょっと音量を上げていただいて、Bluetooth mode。これ今のさ、リスニングできる、これね誰も解明できないのよ。英語がわからないっていう。失礼いたします。立って歌ってくれます。大きいからね。はみ出ちゃうんじゃない？はみ出てますね。カメラを動かしに来てくれました。ありがとうございました。すごくないこの水。なんかのテノールってさ、みんな大きいの飲んでるよね。結構2リットルのペットボトルとか持ち歩いてる。普通に持ち片手でさ、それだけ持ち歩いてる人とか多くなる。1.2 ですね。足りる？足ります。1日？いや、やっぱ詰め替えます途中で。はい。それではちょっと本当ね、今日合わせもせず、あの発声もせず。なんか申し訳ない環境で歌っていただくんですけど、はい、それでは聴いていただきたいと思います。オーソレミーヨ。Che bella cosa nel natal sole.L'aria serena dopo la tempesta, per l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa è la giornata al sole.オーソレミーヨを歌っていただきました。ありがとうございました。はい、そんなお二人の、まね、コンサートもいろいろ今やってらっしゃるということなので、何か告知があればお願いしたいんですが、じゃあまず前田さんかな。はい、はい、すいません、マイク戻します。これは今月ですね。そうですね、はい、8月の31日に私が所属しています東京室内歌劇場という団体で、あのテレビとかでもすごく有名な青島ひろし先生をお迎えして、うんうん、昼と夜 の、 あの2公演を行います。
あのチラシ見ていただけると分かる通り、たくさんの歌手とピアニストが出る、うん、すごくあのバラエティ豊かな公演となっていて、私は夜公演の方に出演させていただきます。青島先生もあのきっと面白いトークと素敵なピアノを聴かせしてくださると思うので、もし興味のある方はあのぜひいらしてください。はい、青島さんも弾かれるんだね。そうですね、お話だけじゃなくて、ね、面白そう。場所は渋谷区の伝承ホールです。はい、はい、伝承ホール、はい、はい、8月31日、はい、はい、ぜひお時間がある方は行ってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、そして松田君は、はい、はい、9月の24日ですね、はい、で、東京のサントリーホール、あの有名なサントリーホールのショーホールですね、ブルーローズというところで、コンサートをやります。はい、このコンサートは、ま、この TIAA 全日本クラシック音楽コンサートというんですけども、東京国際芸術協会というところが、うん、まずオーディションで動画審査というものをしまして、うん、それで勝ち抜いた人が出てる今これやつになっております。じゃ勝ち抜いたんだ。一応頑張ってこれでも結構なんか年齢も幅広そうね。そうそう、年齢の、はい、幅は結構その幅も、うん、15歳以上であればプロでもアマでも送っていただいて、うん、その審査で受かれば出れますということで、うん、はい、歌だけではない、ね、そうですね、このコンサートはもうピアノとか楽器の人たちもたくさん出るコンサートで、うんうん、僕はその中でまあ歌の、うんうん、まあ、結構ピアノの枠、歌の枠、楽器の枠みたいな感じで、うん、その、まあ、朝からやってるんですけど、その枠ごとにその楽器ごとにやっております。はい、すごい、一日、そうですね、そうだよね、はい、これだけたくさんいますので、そっか、なんで僕はそうですね、はい、18時以降ぐらいに多分出演が、ね、はい、時間になると思いますので、はい、9月24日の土曜日、はい、サントリーホールのブルーローズで、はい、はい、歌われるそうなので、こちらもぜひお時間がある方は行ってみてください。はい、ということでもう後半の方になってきたんですが、2人は好きなオペラって聞かれたら何て答えますか。難しい質問ですね。そうでしょ、はい、これね結構難しくって、やるのが好きなのとさ、聞くのが、ね、見るのが好きなのとっていういろいろあると思うんですけど、最近です、最近だと、うん、ラ・ボエームがとてもハマっております。というのも、ね、ボエーム嫌いな人いないよね。そうですね、もう素晴らしい、まあ、オケだけでも素晴らしいじゃないですか、ね、でも、はい、とても素晴らしいですね。ああいう愛のやっぱ物語が好きですか。物語もそうですし、やっぱこのオケのこの、うん、なんていうか切なさというか、この胸にグッとくる感じがとてもすごい素敵で、うん、すごい好きです。はい、プッチーリね、はい、で最近はこうその、うん、そのドルフォのそのアリアを歌う機会もとても多くて、うん、もう余計思い入れがちょっと強くなってきましたね。はい、難しいんですよ、ドルフォのアリアってとても大変な思いをしながら歌ってます。そうだから、それが、まあ、そのアリアは今回ないよ。そうですね、今回はあの、ね、リボレットの方だったので、はい、そうないけど、その重症のところすごく難しい、すごいもう愛のシーンね。そうですね、そうやっと2人が結ばれたっていうシーンの、はい、ところ、あ、あれ口説くところだ。あ、まだ違う、もう結ばれてるか。アリアで口説いて、うん、もう結ばれる方に、もう結ばれてね、はい、行くとこですね。で二人で出かけちゃうんだよね。そうですね。とても美しいメロディーラインなので、うん、はい、ね、本当にぜひ聞きに来てほしい。はい、はい、もちろんバリトンとのこの二重唱の、そうよ、そうよ、とても綺麗なんです、本当に。そう、あの耳の愚痴を言うとこね。そうです、はい、かなりすごく美しいんです、やっぱりもう愛に愛がこもってると言いますか、ね、ただ嫌いなわけじゃないからね、はい、ただ愚痴ってるだけじゃないからねこれ最近はもうボエムがとても好きです。なるほど、前田さんは、すごく難しい質問、うんですよね。もうそのボエムももちろん大好きですし、うんうん、一つと言われたら多分ドンカルロ。意外ですよね。そうそうそう。え、ブラームスとかね、やっぱなんか焼酎をよだよだ飲んでる感じのあれが。そんな面白いものが好きだと今思わなかった。ヴェルディ。いや、かっ
っこいいですよね。とにかくやっぱりかっこいいのと、はい、男の友情がすごく憧れ、もう九州男児。いや本当ね、あのヴェルディの作品って割とそのね、うん、男のこう権力とかそういうものが多くて力強い作品が多いけど、うん、ね、でもアリアもね美しかっこいいよね。かっこいい、あのロドリーゴが死ぬ時のアリアとか、もうあって感じです。人が死ぬオペラってやっぱその時のかっこよさありますよね。ありますね。もう私はとにかくね、うん、あのぐっちゃぐちゃがいいの。ぐっちゃぐちゃ、うん、もうあのドロッドロが好きだから、そうだからトスカとかカバレリアとか、あの見る方ね、今見る方ね、はい、一番は何ですか、一番好きなオペラ。でもねトスカやっぱ悩んじゃいますよね。悩むよね、トスカ。でもさ、やっぱブームがあるよね、その時の前ブーム。あー、そうですね、やっぱり、はい、ね、そうそうそう、私はね、もう殺す殺されるあの刺される倒れるみたいなのがすごい好きなので、なるほど、そう、ハッピーエンドはあんま好きじゃない。じゃあボエムダメですね。ボエムもほら死んじゃうじゃない。まあそうですね、死ぬところあります。そう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 ね。はい、あとなんか趣味は、歌音楽以外で趣味とかはあったりする、なんかお休みの日にやってることとか。趣味と言っていいのか、先ほども言いました料理が好きなのは好きです ね、 すごいね、本当に料理が好きってすごいと思う、はい、私。そうなんですか、うん、私嫌いだもん。5人兄弟だったんですよ、うん、で5人兄弟だとやっぱ親が1人で作るのは大変だったので、うん、やっぱみんな手伝いをしてたので、その環境でやっぱちょっと料理を作るのも好きになりましたね。え、5人兄弟の一番下です。かわいい、かわいい、かわいいされたね。そうですね、はい、甘やかされてはいたと思います。でも手伝ってたんだ、ご飯とか。そうですね、はい、そこはちょっとみんな率先してやってました。前田さんは趣味はお酒以外ね。ハーブティーだと思って。もうそういうのなくなったから、もうイメージが。趣味お散歩？お散歩？でもお散歩ってこう軽いものじゃなくって、うん、あの例えばあの職場というかその日の稽古場から歩けるところまで歩こうとか、なんか練馬の方がお家なんですけど、はい、池袋から自宅まで歩くとか、杉並から自宅まで歩くとか。どれくらいかかるんですか？2時間くらい。そ、何のため、はい、あの体のためなのか、なんかそういう気持ちのあれなのか。もともとは、うん、あの地震とかで電車が止まった時に歩いて帰れるようにしようと始まりなんですけれど、それがまあだんだん面白くなってきて、なんかいろんな飲み屋さんとか見ながら歩いて、発見がね、いろいろこのお店美味しそうみたいなのをこう見ながら歩くのがすごく楽しいんですよね。この暑い夏とかでも、さすがにここ 1、2年は夏は歩けなくなってきましたね、うん、でも昔は夏も歩いてました。すごい、なんか今日ちょっと前田さんの意外な、そうですね、イメージがまたガラリと変わりました。こういう話もコンサート中いろいろしていこうと思っているので、うん、9月4日のね、はい、またいろいろ前田さんの面白い話とかね、なんか松田くんのいろんなお話とか聞けたらいいなと思います。はい、はい、でお二人の SNS のご紹介なんですが、まあ、お二人とも Facebook がメインかな。はい、はい、じゃあまず松田くんから。はい、兼松田、兼松田、そうです。あ、でも写真似顔絵。そうですね、中学校高校の時の友達に、うん、その絵をやってる方がいて、うん、それで描いてもらいました。いいね、ちょっと細めに描いてもらったんですけど、あの写真よりいいかもしれない。さっきの若い時の写真より。この写真はさ、先ほどお伝えしたウラーノという、うんうん、この男性ボーカルユニットのコンサートの同級生、ね、はい、同級生のやつやってる団体のやつです。こちらに例えばコンサート情報とか、あ、そうですね、いろいろ、はい、はい、載せたりしてます。はい。はい、ただちょっと、うん、こう筆があんまり不詳なのでなかなか更新しないんですけど、はい、なるべく頑張っていきます。はい。じゃあ何かちょっとねコンサート行ってみたいなっていう方は、はい、Facebook をね、はい、見ていただいて、はい、チェックし
来ていただけたらと思います。はい、で前田さんも Facebook かわいい、 かわいいリラックマちゃん、リラックマです。好きなの？リラックマ好きです。もうさ、なんかさ、もう分かんないよね。そうですね、なんかどれ、いろんな面があって、九州男児かと思いきや、そうそう、かわいいらしいところ、女の子みたいなところもあっていいね、いろんなね、やっぱいいね。ね、前田さんもいろいろ、でもね、いろんな方の伴奏、そうです、ね、歌とか楽器とかいろいろやってらっしゃるので、はい、うん、ね、そういうので、初めて行ってみるのも面白いよね。そうです、ね、うん、はい、前田さんのコンサートもぜひチェックしてみてください。はい、はい、でちょっとここで私の告知をさせていただきたいと思います。はい、まず、今月2つなんですけれども、8月26日、はい、錦糸町にあるすみだトリフォニーホールのショーホールで、私とバイオリニスト龍馬くんのジョイントコンサートをやります。はい、今回夏を思うということで、夏をテーマにした、ポップス、クラシック、まあ、本当にいろんなジャンル、うん、演歌とか、いろいろ、そうそうそう、ここに出てるのがね、あのヴィヴァルディとかね、そのバロック系もやるし、あと井上陽水さんとか、あと美空ひばりさんとか、そう、あと幅がすごいですね。そうなんですよ、ポップスのがメインでやってるバイオリニストさんなので、お互いのその得意なジャンルと、あとまあオリジナル曲をやったり、はい、こちらも、8月26日金曜日なんですけれども、ぜひお時間がある方は来てください。はい、そしてその2日後の28日の日曜日、はい、これは、5月からやっている月一コンサート、はい、武蔵小山にあるクレープアリサさんで、8月は28日に、今回はね、大自然というテーマで、まあ、いろんな、松山千春さんとかはい、歌いたいと思います。そう、それでこれ9月かな、9月の時に前田さんにピアノを、はい、弾いてもらいます。はい、それを改めてお知らせさせていただきますので、はい、私の SNS、アメーバブログと、Facebook、Instagram、Twitter 全部やってるので、ぜひチェックしてください。はい、で、次回なんですが、次回は8月の20日土曜日の9時からの放送で、ゲストは、9月4日にね、一緒に出てくださる、ソプラノの金子久美ちゃんとマリトンの田村智次郎くん、はい、お二人をお招きしたいと思います。はい、だから今日はね、今日と次回でこう2人ずつでね、分けて出演していただいたんですけど、はい、ということで、なんか今後の目標とか、なんかこれからやってみたいこととかありますか？そうですね、うん、先ほども出たラ・ボエームのロドルフォという、うん、まあ、プリモテノールの役を、うん、やっぱ一本歌ってみたいですね。ボエームね、今ブームのね、ブームのちょっとあと1ヶ月ぐらい変わってるかもしれないですけど、歌はその気持ちが強いですね。はい、ね、ロドルフォ本当に美しいので、ぜひ勉強して叶えてください。はい、前田さんは、そういう人たちと一緒にこう一本自分も共演するような機会があったらいいなと。ボエムやろうじゃん。賛成しますね。で、私ね、どちらかというとムゼッタさんかな。一応どっちもね、勉強はして一本やってあるんだけど、あのね、好きなのはもちろんミミちゃんなの、はい、死にたいから死にたい死にたいから、うん、こうなんか皆さんにこう見守られながら死んでいきたい、うん、だけど多分ね、キャラ的にはムゼットなんだよね、うん、まあいつかやることになったらまた考えましょうはい、ということで今日のゲストはテノールの松田健さんとピアニストの前田美恵子さんでした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お二人もありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、ボナノッテ、おやすみなさい。